はい、こんばんは。山尿です。ということでですね、違う、これは捨てラジの放送だったら、皆さん捨てラジは山尿でございます。もうね、このあたりももうのっけからグダグダやってますけどね。まあ、スターステールプレゼントね、スター捨てラジね、今回が第5回放送なのかな、のはずですよ。いやー、もうね、ちょっとね、ドタバタといろんなね、動画の編集とかしながらね、やっておるとですね、だんだんそういうのあたりがね、いざ撮るときにね、ごちゃごちゃになるということでございましてね。いや、ごちゃごちゃにならないように、本来ならシナリオとかね、ある程度台本ね、簡単な台本とかね、書いとけばいいんですけどね。もうちょっとすみません。編集しとったらもう寝なきゃいけない時間になっとったんで、おっと、だけど考えてみたら俺水曜日に、毎週水曜日にアップロードするって言ったもんだってことで、まあ5分10分ぐらいね、ちょっと近況とか喋ってね、っていう感じで、とりあえず繋いでいこうかなと思います。まあ言うてね、ちょっとね、まあ、プライベートがね、だいぶドタバタとしておりましてですね、まあ、とにかくいろんな請求が飛んでくるというね、いやー、ちょっと想定外の、ね、出費が、かさんでおりまして、久しぶりにね、厳しいぞーっていうね、もう、創業プリでございましてですよ。いやー、本当にねー、いやー、久しぶりに請求書を見て青ざめましたからね。ね、そうそうそう。の、ね、そう、4、追加でね、いろんなちょっと緊急の出費がかさんで、もともとね、5万ぐらいね、そう、追加の出費があったところからね、さらにちょっとね、予期しないところから4万5千ほどね、ポーンと請求が飛んできましてね、マジで？そう、それのね、支払いまだやってねえからね、そう、それの支払いをするためにね、いろいろと今ね、工面をしているところなんですけどね、いやー、本当にちょっと3月、4月、は大変なことになりそうです。まあ本当にまあね、そんなことね、言いながら、さあどうしようかなってところではございますけど、なんだこれ。関係ねえや。そう。なんかね、そう。ただね、日々思ったこととかはね、最近でもね、ラジオをやるのにとかにね、ちょっとね、日常ネタにするのにね、メモとかはね、やっぱしね、さらに撮るようになりましたね。ただね、撮ったメモに確かにね、これ、ね、一ネタ一回でね、やってたら、もうこれで、ね、数取れるやんと思ったんですけどね、もうなんか、ま、なんか何十ページで、ね、どんどん増えていくんでね、全然ね、処理が追いついてなくて。そう。パワーポイントみたいなスライドでね、ちゃんと作ってやろうとしたらね、もう全然追いつかないというか、その前にね、動画の編集もしなきゃいけないしっていうんでね、いや、手が回らないよ、手が回らない、目が回らないよっていうね、いう感じでございます。いろいろといっぱいいっぱい、いっぱいいっぱいでやってますけどね、ね、なんとか着地できればいいですけどね、常に墜落するとこなんでね、さあどうなることかということでございます。さあ、でね、まあとりあえず仕事あるのはねあるんでね、ありがたい話なんですけど、まあとはいえね、夜の仕事から昼の仕事になるとね、どんとね給料はね目減りしますんでね、まあこれももう致し方ないところではございますけどね、いやーとはいえね、まあ大変だっていう言葉しか最近出てこない、本当に、ドタバタ、まあ多分、まだちょっとしばらくは、ちょっといろいろと駆けずり回りながら、なんとか、月を、過ごせるようにですね、まずは来週を過ごせるようにね、来週の放送できるようにね、頑張っていこうと思います。そう、感じなんですけどね、まあこっちのラジオ、ね、そう。それこそね、そう、どうしようかなと思ったんですけどね、サブチャンネルの方は、いざとなったらちょっとニュースをね、見ながらね、あれこれ、最近ね、前まではパソコンからマイクをつないで、パソコンに録音したりとかね、いろんな方法をやってたんですけどね、IC レコーダーを買ったりもしたんですけどね、あれ大失敗でね、そう、IC レコーダー、音質があんましだったんだよな、正直ね。
そうそうそう、どっかでも話したことがあると思いますけど、まあ正直ちょっと期待外れだったなっていうところがあってね、っていうところだったんですけどね、ぶっちゃけ結局どこに落ち着いとるかって言ったらスマホで撮ってるんですよね。あのね、いざね、動画編集とかするのにね、あのパワーディレクター使ってるんですけど、あれでね、あの音声抽出して聞いてみるとね、結局ね、あのビデオカメラ、あ、でもね、ビデオカメラよりもね、音質だけで言ったらね、こっちの方がいいんすわ。なんか悲しいからね。まあね、ちゃんとしたマイクとか使えばあれなんですけどね、そう、結構ね、YouTuber さんでもね、使うカメラ分かれるましてね、音質ね、結構やっぱしいいのは、タカチャンネルズさんで使ってるね、マッコイさんが使ってるあのカメラいいよなぁと思いながらね、見てますけどね。いや、本当にね、カメラも見るようになりましたけど、この撮影をするようになってね、みんなどんなカメラ使ってるのかなってのも気になるようになりましたけど、やっぱしね、タカチャンネルズさんもそうだし、映画チャンネルさんね、映画さんちゃんのところとか、ああいったところの人たちが入ってきたことによって、マイクが変わりましたよね。音声が本当変わりましたよね。プロの音声の取り方になってますからね。あれを見てるとね、うわぁ、羨ましいと思う反面、こんなの一人じゃ絶対編集できねえわって。ミックシングしないといけませんからね。一応ね、ミキサーはね、探せばあるはずなんですけどね。そうそうそう。でかいミキサーもね、うん。なんかね、ちょっと、いただき物とかでね、そうそうそう。昔から、それこそ一応動画投稿自体は12年ぐらい前からやってるんですよね。一番最初2008年か2009年に投稿してるんで、うん。そう。で、その当時から一応ラジオもね、ラジオ番組のプログラムもないし12年ぐらい。ね、間がだいぶ10年ぐらい空いてますけど、やってた兼ね合いで、その時にね、一応マイクをこうつけてできるようにっていうんでね、安かったりね、あとは、その当時ね、カラオケで働いとった兼ね合いでね、音楽機材とかね、持ってる常連さんとかがね、いたりとかしてね、結構安く揺すってもらったりとかね、してね、なんでね、実はマイクとか、スタンドとかね、そのあたりはね、一応あるにはあるんですよね。そうそうそう。だから、一回やってみましょうか、エアで。実際につないですみません、収録までは多分やるにはもうワン機材いるんですけど、それがね何十万かかりますんでね。そうそうそう、下手なゲーミングパソコン買うより高いですからね、あの手の本格機材は。そうそうそう、ただね、一応マイクとかそれっぽいものは揃ってるんで、一応それっぽい感じにはできますから、一回AR でやってみましょうか。うん、そろそろね、隣の部屋もそろそろ使える機構になってきましたんでね。そう、いやー、最近なんかね、小汚い部屋、まあ隣も小汚いんですけど、隣の部屋ね、昔から収録で使ってる部屋じゃなくて、ね、パソコンとか置いてある部屋の方でやってるのはね、一番の理由はね、寒いからなんですよ。エアコンがね、こっちしかなくてね、そう。石油ストーブないんでね、買えばよかったんですけどね、昔持ってたんですけど、単純にね、その部屋の広さ自体やったら、ストーブの方がいい広さなのはずなんですけど、いかんせん物が多すぎてね、ストーブをね、バウンとつけた瞬間にね、散らばってるね、ゴミの紙くずとかがね、燃えるやないかというね、片付けやんとねっていうところなんですけどね。まあ今も、まあ確かになんか見渡す限りに、お茶のペットボトルに、空いた酒瓶が2本、一升サイズの、日本酒の入っとった紙袋やら、ペットボトルに、なんか知らん、よくわからん、袋麺が3袋くらい転がってますし、うん。なんか奥には何があるんだっていう感じですからね。うん、ウェットティッシュがなんか 5袋くらいあるな。そうそうそう。だんだんね、尻滅裂になってきてるって言いながらね、そうそうそう、やらないなぁと思いながらね、休みの日ね、ふっと15時間とか、ポーンとね、寝落ちしてしまいますもんでね。まあちょっと悪い癖なんですけどね、もともとがロングスリーパーなんでね、なんかね、そう、なかなかうまいことバランスが取れないんですよね。
ショートスリープでもやってましたよ。それこそね、昔は週150時間とか働いてましたからね。まあ、週150時間やっとったのはさすがに、ま、毎月やっとったわけじゃないですけど、繁忙期とかはね、うん。ゴールデンウィークとか、年末年始とかやったら、うん。そうね、やったことがありますよね。うん。すごいね、そう、業界ではね、朝の9時から、入ってね、翌朝の7時まで働く、閉店までね、働くのをね、オープンからラストまでっていうんでね、オーラスっていう呼び方をしてましたからね、麻雀っぽくね。で、それがオーラス一本場ね、最初はオーラス一本場で、そこから、2日連続になると、それから2日連続になると2本場、3本場で、最高記録は5本場、うん。オーラス5本場まではやってくれますね。うん、ほぼほぼね、記憶はないんですけどね、当時、一緒に働いとった、その、シフトをね、あん時はそうやな、うん、シフトを組んだバカがいまして、大塚組んでた、シフトを組んでたバカがいましてですね、まあ、非常に、バカな、ね、やつでね、よく私は、息を吸うようにタバコを吸い、息を吐くように嘘をつくやつってね、言ってましたけどね、そうそうそう。あいつかね、言うには疲れてくるバロメーターが分かるらしくてね、うん、山ちゃんゆっくり喋ってるって、あの山ちゃんがゆっくり喋り出して接客が丁寧になっている、これは本気で倒れる5秒前だっていうね、そういう違いがあるらしいですよ。ですのでね、山ちゃんはね、そいつがなんか引き継ぎがなんかして、店長が次の店長が来た時かに、引き継ぎで出してたのが、山ちゃんもね、稼働ぐらいにしておいた方が一番接客が良くなって、お客さん の集客率が上がりますっていうね、報告書を出して、じゃあ10連勤組もうとかって言ってね、ちょっと待って、なんで俺、何この10連勤とかってなってた、記憶がありますけど、そうそんな感じでね、疲れてくるとゆっくり喋るようになるらしいです、私。なんか落ち着いた感じで、声も普段ちょっと裏返り気味でね、喋りますし、まあ、じゃあ、分かってるんだったら、ゆっくり落ち着いて喋れよって話なんですけどね、基本的にね、なんて言ったら、そういったスロットの調整できないんですけど、もうベタ踏みかゼロかしかない人間なんで、で、喋るならそんな調整してねって言うんじゃなくて、もうストレートにドーンといってね、ガーンといってボーンってゴーっていうね、そういう、方のがね、強い。もう常にフラットアウトね、人生フラットアウトですからね、真似しない方がいいと思いますけどね、うん、あ、ちなみにフラットアウトってあれね、うん、あれも、あれは、あ、違う、あれは和製英語じゃないんだ、あれはちゃんとした英語なんだ。だから逆に日本じゃ伝わらないんですよね。日本語ですると何だったっけ、フラットアウトって、ベタ踏みか。ベタ踏みってね。そう。のことをね、フラットアウトって言ったりしますよね。表現がいろいろと変わりますもんね。うん。そう。日本とヨーロッパとかではね、それこそね、車関連はね、本当に和製英語多いですからね、ハンドルなんてね、全然通じないって話、どっかでしましたっけ。まあもうね、どっかで被ってる話もどんどんしますよ。どうせ、他の動画だって2再生とかしか入ってない。だからどうせ誰も聞いてないんだから。それこそこれっちこそね、誰も聞かないラジオにしたいところですよね。うん。誰も聞かないラジオの方がね、なぜかね、有名な YouTuber さんからコメントをいただいたりとかしてね、えっていうね、こともありましたけど、そう、あっちはあっちでね、随時講習の形でね、それこそキャプチャーで撮ってね、うん。よむやむ雑談とかね、サブチャンネルの方もね、はね、もう本当無編集であっちの方はちょっとやっていきますわ。うん、思いついたこととかね、ニュースで見たやつね、ニュースを見ながらね、あ、この記事気になるなって、まあ、正直ありますよ、政務長官ね、山田さんとかね、もありますし、あとそう、協定付きのね、皆様にはね、大変、なんか、申し訳ない、ご迷惑をね、かけてしまいましたという話がね、なんかありましたりしてね、なんか平和島でしたっけね、ボートレースで、
なんかすごいレースがあったらしいですね。2月だったかな、全協定フライ、全定フライングっていうね、やらかしがね、あったらしいんですけどね、そのニュースなんで知ったかって言ったらね、出場してた選手の中にね、同姓同名のね、山田亮太さんがおったということでね、そうそうそう、選手としてね、いるっていうのはね、実は存じてましてね、ほら、一応エゴサするじゃないですか。いつかね、この YouTuber 山田さんもね、乗るんじゃないかな。その前はね、ポエムとか書いてましたしね、そうそう、一応自費出版なんていうのも若い頃にやったこともありますからね。うん、共同でですけどね、10人ぐらいでまとめて、誰か幹事になってもらってね、それで、共同で作ったりとか、まあ、それこそ、サークルでは、ね、自分で作ったりもしてましたから。ねえ、うん、まあ、うちの場合は合同サークルなんで、みんなの作品集めてね、やったりしたね。そう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 。その時に一緒にやっとった、ほやで、うちの副代表でしょ。副代表の上司に、上司というか先輩にね、上司、そうか、直属ではないか、今、部署が変わったから、そうそう、だからうちの副代表は一応ね、別でいるわけでございますよね、そう、副代表は副代表で、まあでも、2年ぐらい前まではね、連絡を取っておったんですけど、最近ね、すっかり連絡を取ってないっていうね、感じですけど、そう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 、その、その先輩に、この週末に、先週末にね、ばったり会いましたけどね、うん、それこそ YouTube の撮影をしとったから、でね、ちょっと話をしてもらいたいけど、おーって言ってね、そうそうそう、向こうは仕事中だったもんね、ちゃちゃっとね、話をね、して、ねって、また YouTube よろしくねって話をしてね、やったりもしてましたけどね、うん、ああ、そう。何で YouTube で何だそう、私ね、話飛ぶんですよね。改めてね、そう、動画の編集をしてるときにね、皆さん、もしかしたら勘違いをしてるかもしれませんから、一応ここで言っておきますとですね、まあ、誰も聞いてないでしょうけど、動画の編集してるときに、話をしとって、いやー、こいつ編集してたよなー。なんか、話がすぐ飛んでっとるし、ちゃんと編集して、ね、編集でその切りすぎてね、肝心の会話のがね、支離滅裂になってるように感じるかもしれませんけど、あれ違いましてですね、ほぼほぼね、基本的にうちの場合はね、カットで、セリフのカットしてないんですよ。ちょっと、とか、とかって言ってね、間延びしたところのやつをカットしてるだけで、言ってる間に前の話題を忘れて次の話題してるんですよね。びっくりしますよね。うん、こいつ何考えて喋ってんだろうなってね、編集しながら思いますもんね、我のことながらね。もうだから、もうほら、もう17分喋っとって、もう5分前のことは思い出せないもん。なんでこんな話した？なんでこんな話になった？副代表になって。そう。うん、そう、エゴサの話をしとったんか。エゴサの話をしとってね。そう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 。いつか乗るかもしれんからって話をしてて、副代表がね、どうのこうのって話になって、そう。でね、実はね、ちなみにのちなみにですけど、ね、そのポエム書きますよって話をしてたじゃないですか。どこかしかでちょろちょろしてると思うんですけど、ウィキペディアで検索したり、アマゾンで検索して、刺繍が出てくる山田亮太さんも、同姓同名の別人ですからね。あれも漢字が一緒のね、そう、漢字が一緒な人がだけで、すでにウィキペディアで曖昧検索ついてるんですよね。どちらの山田亮太さんですかってついてるんですけどね。で、もしかして山里亮太とかね、あとね、曖昧検索だと出てくるのが、吉本のね、芸人さんで、今も一応所属してるのかな、山田亮さんって人がいたりしてね、このあたり漢字が一緒でしょ。あとね、たまに引っかかってくるのが、ジャニーズのね、平成ジャンプだっけ、山田亮介さんって人がいるらしいんですよね。うん、そうそうそう、名前は存じてるんですけど、私はあまりね、そっちの方業界詳しくない、明るくないんでね、あれなんですけど、一回ありましたよ。あれ、カラオケ屋の時だったな。カラオケ屋で受け付ける人おったらね、名前、ここがフルネームでね、こう、出てくるじゃないですか、レシートとかに。そう。あれをね、見たね、お客さんがね、まあ、ジャニーズの、山田涼介さんが好きだったんでしょうね。うん。
山田亮太さんって名前なんですかって言って、あ、はい、あ、そうですよって。なんで山田涼介さんと似た名前なんですか、こんなキモいオタクがって感じで、うん、まあまあキモいオタクぐらい言ってきましたよね。うんうん、ね、私のあの涼介くんに対して失礼な名前ですとかって言い出して、うん、私の心が傷つきました、謝ってくださいってね、レジ前でね怒られたことありますよ。なんで謝らなあかんねんって、はあって、うん、思わずはーって言ってしまったもんでね、そっからクレームで発展してしまいましたけどね。いや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 、はーって言うだろうっつって、お客様に対してなんて言葉遣いよって、いや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 って言ってね、うん、うん、そんなねすごい人とかねいましたからね。あそことね BTM は気をつけないときませんね。あれ BTM すごいね、あのドイツでねやらかしてね、本当にあれはびっくりしましたけど、まあ、あれはね、あの政治的なねところの絡みが大きいですから、言論の自由、人種差別をやなくそうっていう体でやる、マウント取ってやる、あのあれですからね、あのヘイトヘでございますからね、うん、っていうことはまた政治チャンネルの方でちらっと話す。そう、あの取ろうとしたんですけどね、ちょっとね私がねその時にねガーガーやってた時に思いっきしね口を滑らせまくってね、とても放映できない内容だったんでしまったっていうことでね、なかなかね編集する時間もね、ないんでね、取ってなしでねやるしかないですからね、取ってなしも失敗するともうちょっとアップロードできなかったりとかね、いやー大変だ大変だということでございますよ。そのあたりとかもねいろいろとやっていきたいところではございますけど、なあ、そう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 、まあ一回ね、そのマウントの取り方とかそんな話はね、それこそサブチャンネルの方がいいと思いますしね、うん、あれもね面白いですからね、あれを見たとき見てたらね、あ、まさにマウントの取り方だなと思ったのは、あの最近 YouTube の CM で流れてくるあの謎のゲームシリーズ、マフィアシティとかもね、マフィアシティはある程度なんか確たるものを持ってますけど、そうじゃなくてなんかなんか訳のわからん選択肢をね、あの選ぶね系あるじゃないですか、なんか変なおっちゃんとか変なね魚とか変なのが出てきてね、あのなんか選択肢をねが複数あってね、ね、どう考えたってその選択肢ダメだって言って死亡不落の方をあの選択してドカーンってなってゲームオーバーって出てくるね、ある程度の CM で、なんかダンジョンみたいなので、あの主人、あの戦士の上に数字が振ってあって、青い戦士がいて赤い、あの敵がいてで、最初青い戦士が5って上に書いちゃって、でなんか赤い3って数字の敵を倒すと、なんかガシャンって敵をやっつけて8になって、次に、5ってなってる、ね、敵のところに向かっていったらガシャンってできて自分が13に増えて、で次に11のなんか赤い人がいて20の赤い人がいて、これ11に行けばいいだろうって思って、ね、分かるのになぜか選挙20の方に行ってやられてゲームオーバーってなってる謎の CM があるじゃないですか、何やねんあれって。ただね、基本的にはあの左翼とか人権団体とかね、あの自称女性のね人権団体とかって言ってる、ちゃんとやってるね人権団体だったらいいんですけどね、あのそうじゃなくてね、もうね金と権力まみれのね、あの権力団体っていっぱいあるじゃないですか、あの平和を求めるね、あの権力と戦うあの既得権益団体ねあるじゃないですか、あの点のところがやるのは、自分のまず能力をちゃんと数値で把握します、その能力はすごいです、で自分の数字よりも絶対に低い相手のところにガシャンっていきます、でマウントを取ります、そうすると、そこで謝罪とかをね、もぎ取ると自分の、それで力がさらにパワーアップします、それでさらにでかい相手に食いつきますっていうね、だから最初はね20とか30だから100の人はね、こうね全然相手にもならんよと思っとったのが、だんだんそんな感じで食ってきて、なんか知らんけどわけのわからん既得権益とかね金までついてきてね、まあ大体赤い金なんですけどね、うん、それで、ね、上でのところで、ね、それでついにあの100とかね1000とかのね戦闘力のあるところにもあれ、ね、襲いかかってくるような、ことになってるというね、ことでございますよね。まあ末恐ろしいなんてしてたらもう30分近くなるの怖いわ、うん、何の話してんだ、もうこんなのはサブチャンネルでやるよっていうか、まああれなんですけどね、うん、まあこっちのラジオの何を話すか分かりませんというか、多分ね
それほどね、先進医療になるようなことは起こりませんのでね、まあ、とりあえずね、今週末にね、先週末に、ちょっと取材というか、撮影はしてきましたんで、それでしばらくは地域密着型、4つ目のね、投稿がメインになると思います。あとね、スターステージの方は、この前、間違えて遺産であっちを出しちゃいましたんでね、間違えて。イラスト屋さんのね、イラスト、あれって何なのっていうね、やつの解説やりましたけど、あれをね、すいません、予約録画にするつもりが、ポンと間違えてね、今すぐ公開にしてしまってね、変な夜中に、夜の時間に公開になってしまったんですけど、あれはでも需要があると思うんで、伸びると思いますんでね、そう。ある程度この辺りはね、いけると思うんですけどね。で、あと何やる？これが水曜日に公開されるんですよね。で、木金はスターステールのやつは、新企画やります。100名突破記念のね、新企画ね、売ってありまして、これはもうね、とりあえず、解説と、まあ、ちょっとしたね、ファイトマッチみたいなね、企画です。ドッグファイトみたいなね、企画でございます。勝手にやってるんですけどね、完全にオナニードッグファイトなんですけどね、ひどい話でございますんでね、あれなんですけど、まあ企画の方はこうお楽しみに、タイトル見た瞬間に分かります。木金とね放送して、で次どこかで、ね、来週末か週半ばでやるかな、なるべくね、早くに取られないとね、いけない企画ではありますんでね、100人記念ですからね、そう。まあ、というか、内容見たら分かりますけど、そんな企画ができる時点で、悲しいんですけどね、ただね、あれでね、いろんなデータ取りの仕方とかやったらね、意外とちょっと統計データの取り方でね、面白い統計が取れそうなんでね、これはこれでね、いろいろとやっていこうと思います。また詳細はね、木曜日に、報告したいということでね、よろしくお願いします。ということでね、まあ、なんか、話したいことが話したような気もしますんで、近況報告したの、なんか近況報告っぽい近況報告した記憶がないけど、まあ、基本的には朝起きて仕事をして、帰ってきて、動画の編集して、資金繰りに、走り回って寝ていますって感じでございます。うん、で、動画の編集と資金繰りが、前後する、場合がございます、あらかじめご了承くださいくれと感じでございますね、それでなんとか、ドタバタしてます。まあというか13日にはね、政治系のねイベントですけど、参政党のね、イベントというかね、セミナーをね、ゆかいてる文化会館でやりますので、それの参加のとかもありますんでね、まあそっちはそっちでドタバタしてますんでね、まあ、そっちの方もね、またなんかお問い合わせいただければ、なんかご興味ある方とかね、お問い合わせいただければと思いますのでね、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。まあ、それぐらいかな。告知っぽい告知もね、あとね、告知っぽい告知って言ったらね、このね、スターステールチャンネルね、この、総合創作サークルプレゼンではね、地元のね、四日市を中心にですね、北中世、あたりの、地域のお店のね、とか会社のね、紹介動画とかね、何でもね、案件お待ちしておりますよってことで、全然お金とかもね、かからずでできますんでね、うちのところでしたらね、フリーです。本当にもうびっくり、ね、っていう感じでございます。で、基本的にはね、もういなべからね、こう、いなべ、桑名、桐蔭、小物、旭川越、四日市、まあ、鈴鹿、亀山ぐらいまではね、全然パパパと動けるようになってますので、まあ、ちょっと最近ね、本当の予定ではね、夜勤で働いて、平日もね、昼までしたら動けますしっていうんでね、いろんな案件を受けて、ダブルでうかふかって、それでチャンネル登録者数もうかふかって予定だったんですけどね、完全に、今、そのあたりの予定をくすぐくるっておりますんでね、あれなんですけどね。うん、まあどちらでしょうね、アンケートを募集してます。何も料理屋さんのね、外食業がね、多分こういう紹介とかってメインだとね、思いますけど、別にそうじゃなくてもね、求人募集みたいな感じだって何でもいいですから、何とでもしますよ。まあ、言うてね、大体私、どこの会社に行ったってね、何でも屋さんですんでね、そう。基本貧乏といえばそれまでなんですけどね、うん。ただね、手先は器用じゃないですからね。悲しいかなっていうところでございます。だから技術基礎につけないんですよね。悲しいかなっていうね。
いうことはね、置いといてもね、まあそれぐらい、もうちょうど30分ぐらいか、これを無編集で載せようってんだから怖いですよね。編集する記憶は湧いてませんからね。BGM ぐらいはつけるのかな、こっちの方はね。そうそうそう。サブチャンネルは BGM つけません。メインチャンネルは一応 BGM つけようかなと思ってますんでね。まあちょっとあれもね、聞き取りにくいよとかあったらね、ちょっとまた、今ね、ちょっとサブのね、音量とかの調整なんかもしながら、なんとかやってますので、そのあたりもいろいろとお楽しみいただければと思います。ということで30分超えたらこれぐらいで締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また来週。